やっぱこれだよな。元祖フィギュコロの曲。さあ皆様、こちらメグ、リョータ、クレア、エルプーという、この4名 VS のマサヒロ、ケスケ、フータ、ロイ、さあスーパーガチランカーたちの試合。マサヒロ VS マサヒロ軍が 1.28 倍、リョータ軍が、あ、こちらがリョータ軍が 2.13 倍、マサヒロ、ケスケ、フータ、ロイ、リョータ、エルプー、メグ、クレア。 しかし何を感じするって、あのすごいな、クレアの交友の広さがすごいな。交友関係広いな、クレア。クレアなんかツイッターとか見てると結構大人だけど、最初あのレオールとかみんなつるんでるから、あの同じ10代のキッズかなと思ったら全然大人っぽいよね。もしかしたらすげえしっかりした10代なのかもしれないけど、むしろ俺と知見じゃねえかなぐらい大人な感じするけどな。めちゃめちゃコロシアム好き。さあということで皆様、お相手がゴールドクロス2名ケスケ、フータ、そしてマサヒロ、ロイト。さあこのグランプリランカー勢としてのブランドではまさに頂点オブザ頂点、この4人を今コロシアムグランプリのブランドネームとして超える軍団は、まあおそらく一つもないでしょう。まあ本当に、まあケスケ、フータ、ピンピン、ピンピン、あと今回の2位とかね、それぐらいでなければもうこれ以上のブランドありません。さあそこに急遽私からのご依頼で来てくれた、リョータ、クレア、エルプー、メグ、こちらもスーパーガチコロシアムで目の離せない一戦。さあ YouTuber の上げてくれている方がまとめると同じような解説してるなとバレてしまうので多少変化を入れていきますが、さあフータこけさせられてからのエルプーメラゾーマ、しっかりと技を見ながら解説していくことを心がける今日の実況。さあビッグバンを打ってからのこの信号の無双か小野無双か、ちょっとどっちか分かんなかったやつからの多分これ全身全霊切り、そしてカレンがログインね、エルプーが落とされてからの現在リードは70ポイントリードがマサヒロ軍、残り時間3分半から来ましてのケスケはこれバギムーチョ打ってますから多分スーパースターですね、スーパースターだと思いますね。でメグ戦士、リョータバトルマスター、クレア僧侶のエルプーが魔法使いという、さあリョータはバトルマスターなんですね。さあこちら495、フータに渾身斬りを打ってから、さあ渾身斬り、全然全身全霊じゃなく渾身斬り。さあこの戦士の注目のチャージタックルね、タックル体当たりしてからのさらに麻痺効果、その麻痺の効果も、耐性がないという、かなりのスーパー技。さあこの戦士のチャージタックルをどこで使うかというのがこの戦士のコロシアムの見せどころ。クレアは縄主でもないのにレオード、ルシアよりフォロワー多いからな、まあ、それだけねコロシアムを一生懸命こう盛り上げようと、広げてきたクレアさんの実績はきっと大きいでしょう。そういうとこをみんなが慕ってクレアがねみんなから声かかったりとか、あクレアが行くよといえばみんなこう集ったりするんでしょう、まあ、それかもしかするとねまずクレアさんを誘うことによってクレアさんが勝手に他の人を集めているとかね、まあ、それぐらいクレアを軸として、まあ、クレアがハブ空港みたいな役割になっているのかもしれませんが、さああらゆるところでお目にかかれるクレアさん、まあ、最近、まあ、一時期調子の悪い時もありましたけどフィッコロでやはりクレア勝ちますよね。やはり見てるとクレア勝ちますね。最近ではね大会も勝っていると、この前のジャンガ杯も確かクレアが優勝したんじゃなかったんでしたっけ。さあ478から32にちょっと大きめの大会でクレアが勝利したというところでね、私が、まあ、あのツイッターでおめでとうブラザーって言ったら、おうっつって、おうっつって、あの堂々といけしゃしゃいふ堂々とね、
くれて、お、クレア今日乗ってるなと思ったら、その後すぐ、すいません調子乗りましたとか言って、そういうこと言うなよクレアと思って、調子乗っていいよと思って、ジャンガイクレア優勝だった気がするな、最近の大きい大会クレアが優勝だった気がする。さあ478からの322からマサヒロリード。さあしかしマサヒロここで先ほどね、のぞみ軍に敗れてしまいました。のぞみ、シャナ、シルバ、クレアに敗れてしまいました。ここで負ければクレアに2連敗。さあ皆さん記憶に覚えていますでしょうか。のぞみ軍でもクレアが僧侶できてます。さあここで勝てば今日クレアが完全勝利ですね。ここで亮太が勝つ、すなわち今日はクレアが大活躍だったと、このようになります。さあここでクレアに勝てればマサヒロ、見事先ほどのリベンジをして今日は五分五分というところで終わりますね。さあ大吉タックルからが、さあ443から57で、さあ残り時間相変わらずこれね、 YouTube に上げてもおそらくこの時計は全く見えないと思います。さあメグ落とされて493、さあマサヒロ、ケスケ、ロイ、フーター、さあこれはお見事決まるか。さあ493、メグ戻して、リョータ落とされたら決まるか。クレアしっかり回復を挟んでリョータに、さあそしてエルブーがしっかりと狙って落ちず、さあリョータが落とされたら厳しいか。さあ戦士2の壁は厚い。さあフータこれ落とされて逆転はされません。さあマサヒロがしっかりポイントを抱える。さあマサヒロポイント抱えて、ケスケ、ロイが落とされても逆転はありません。マサヒロ落とされない限り逆転はありませんが、さあどうだ、これはマサヒロ落ちるか。さあマサヒロ武器ガードで落ちずで見事勝利。マサヒロ勝利がこちら470対330。いやー相撲うまいですね。いやうまいですね。やはりトッププレイヤーたち一つ一つのプレーがさあ非常に輝いております。非常に綿密精細。さあ非常に素晴らしい。さあナイス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 。